魚、レッツゴーアドベンチャー。はい、皆さんこんにちは。今日もお魚アドベンチャーの時間がやってまいりました。僕の水槽の中にはね、約半年以上ね、ずっと現役でね、働き続けてくれている貝がいます。その貝はね、なんかね、掃除機のような感じでね、もうあらゆるところ、隅々のところまでね、綺麗にね、掃除してくれる貝なんですよ。まあ、苔をね、食べてくれる貝なので、もちろんガラス面もそうですし、ライブロックとかね、そういったところの、もう普通の貝じゃね、食べれないような、細かーい隙間のね、苔とかそういうのもね、すべて食べてくれる貝がいます。ちょっとそのね、貝の仕事っぷりを見ていただこうかと思います。いかがでしょうか、これね。鼻のようなものを使ってね、ビヨーンとね、こうなんか伸ばして、で、ガラス面を今ね、必死に掃除してますよね。この貝にね、すごくよく似たね、まあ有名なマガキガイというものがありまして、で、それとね、ほぼ同じです。マガキガイより一回りね、小さくってね、ちょっと貝の形が違うっていうだけで、一応ね、水晶貝というね、種類に分類されている貝なので、これはマガキガイもね、分類されますのでね、まあほぼね、似た感じと思っていただいても大丈夫だと思います。ちょっとね、じゃあこれをね、4倍速でね、見ていこうかと思います。はい、もうね、すごい勢いでね、掃除してますよね、これ。一応これ4倍速なので、まあ普段はね、これよりもっとね、呪い動きをしてるんですけど、まあそれでもね、結構、ほら、すごいですよね、なんかこの口でね、もう綺麗に根こそぎこう、なんでそこに苔があるのを知ってるんだっていうぐらいね。じゃあ次はね、8倍速でね、見ていただきましょうかね。なんて言うんだろう。自分の本体はね、動かなくても、この口というかね、鼻というかね、これを伸ばしてね、自分の体の周りの、もう好きなところをこう、掃除できるというね、すごいいい体してますよね、本当に。すごいいい仕組みですよね、こういうのね。はい。じゃあ次は、もう一気にね、20倍速。20倍速でいっちゃいます。はい。うん、早い。めちゃくちゃ早い。なんて言うんだろう、これ、苔をね、食べてくれる部分、鼻の部分ね、まあ、口の部分か。口の部分でももちろん食べてくれますし、この自分がね、このひっついてる部分ね、なんて言うんですかね、この足の部分というかね、吸着している部分、そこでもね、こう、苔を取ってくれるんですよ。まあ、食べてくれるわけではないですけど、うん、そこでもこう綺麗にしてくれるんでね。この貝ね、すごい。本当にいい貝です。で、もちろんガラス面だけじゃなくて、ライブロックのね、隅々まで苔を食べてくれたりとかね、しますんでね。で、あとは、例えば砂のね、上の苔とか、まあ、砂の中までね、たまに鼻を、口をね、こうぐーっと伸ばしてね、砂の中の苔までね、食べてくれるんでね、すっごいいいですね、これ。で、ただね、苔がね、ちょっとね、まあどうしても、まあたくさん生えるなと。そういう場合は、やっぱこれの大型のね、マガキガイ、そういったものをね、購入された方がいいんじゃないですかね。うん、やっぱね、小さいより大きい方がね、そりゃ、苔を取る能力っていうのはね、もちろん高くなります。ということでね、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画を少しでも気に入っていただけましたら、ぜひとも、チャンネル登録または高評価ボタンをお願いいたします。そしてこの再生画面の下にある共有ボタンから皆さんとこの動画を共有していただくことができますので、そちらもぜひともよろしくお願いいたします。それでは次回の動画お楽しみに。